銀魂銀魂、銀魂は空地秀明の漫画銀魂を原作とするサンライズ版ダイナムコピクチャーズ制作のテレビアニメ本項目では公式情報に基づき2006年から2010年に放送された銀魂を第1期2011年から2012年に放送された銀魂を第2期2012年から2013年に放送された 銀玉延長戦を第2期延長戦2015から2016年に放送された銀玉を第3期2017年から2018年に放送された銀玉を第4期と表記する。たびたびの放送休止期間を挟みつつ、2006年から2018年までテレビ、東京系列などで4期にわたり全367話が放送された。 付随して3本の劇場版やイベント用ムービー、OVA も制作され、足掛け15年にわたって、原作のほぼすべてのエピソードがアニメ化された。より詳細な流れは、遠隔の節を参照。初代シリーズ構成の山戸や明と、初代監督の高松真嗣の手腕により、原作のテンションと毒を巧みに再現し、過激な部分を含めて、ほぼ忠実なアニメ化がなされた。 高松は毎週茶の間で笑って楽しんでもらえるものにしたいという気持ちから本作を作品ではなくバラエティ番組のつもりで作っていると発言しておりこの思いは二代目以降の監督にも引き継がれているアニメオリジナル要素として世代ギャグやパロディメタフィクションネタなども積極的にアニメ化され放送枠移動や打ち切り原作への追いつき 制作費や画面がスペクト費といったアニメ制作の裏側までもが表現されている。放送中に原作単行本を追い抜いてしまう事態がたびたび起こっており、第136話、第188話、第195話後半から第201話、第249話から第251話、第364話中盤から第367話は単行本化される前に、 アニメで放送された。基本的に1話につき一つのエピソードが放送されるが、日本立ての回や本編が通常の放送時間より早く終了し、残りの時間で次回の冒頭部分を放送している回、前話の終わりに流れた次回予告が、次話のプロローグの体裁をとっている回、オープニングが短縮されている回など、一般的なアニメ作品と異なる構成となることも多い。 2005年のジャンプフェスタアニメツアーのオリジナルアニメを経て2006年4月4日より火曜日じゃん。前半枠でテレビシリーズがスタート。2006年10月からは木曜18時18時30分の枠に移動し2009年4月からのシーズンそのの4はデジタル放送に限り画面の両サイドパネルに銀玉ロゴマークが表示されるようになった。 2010年3月25日をもって本編放送を終了。全201話。原作第1巻から第34巻冒頭までの内容がアニメ化された。2010年4月5日より特選放送、より抜き銀魂さんの第1期を放送。より抜き銀魂さんより OP と ED のみハイビジョン制作に対応。同時にアナログ放送が4。 3から、レダーボックス付き16、QA 講師、本編は、デジタル放送と同様に画面の、両、サイドパネルにロゴマークが表示されるようになった。2010年4月24日より、劇場版、銀魂新役紅桜編が公開。2010年12月6日発売の、週刊少年ジャンプ2011年1号にて、2011年4月から、 第2期の放送が開始されることが発表され、その後2011年4月4日から、より抜き銀魂さんと同じ時間帯での放送が決定した。第2期より本編もハイビジョン制作に完全移行した。タイトルはロゴ上や ATX では銀魂となっているが、制作委員会の蘇生が変わったという事情から、便宜上第1期特別する必要を要し、をつけているだけであり、 地上派での放送やその他の表記や読み方は今までと変わらず銀玉である。コピーライト表記に新たにアニプレックスが追加されている。第一期で見られたアニメオリジナルストーリーや日本縦の回がほとんどなくなり、前者は第209話と第252話、後者は第204話と第205話のみとなった。2012年3月26日をもって 第2期の放送が終了し、原作第34巻から第46巻までの内容がアニメ化された。全51話。これにより、より抜き銀魂さんも含めて、通算6年間の放送で、一旦完全に放送が終了した。第2期の放送終了に関しては、第1期の作中で次年度の放送継続と終了を発表したのとは異なり、最終回答日まで、 ほとんど伏せられた形であった。2012年10月4日より、第2期延長戦の放送が決定し、第1期の終了以来2年半ぶりに、木曜18時18時30分の枠で放送された。特選再放送、より抜き銀玉さんに加えて新作エピソードも放送予定であると、アニメホームページで告知された。第2期延長戦開始時には、 近婚編が放送され、期間中は公式サイトのトップ絵や、登場人物一覧、新聞のテレビ欄や EPG の表記、オープニングやエンディングのアニメーション、サブタイトルの文字、さらには監督コメントまでが完全な、近婚仕様になった。オープニングやエンディングのアニメーションは、単純に主人公を入れ替えた程度のものではなく、タイトルロゴに限らず、キャラクターの行動や表情、 登場する道具やクレジット文字など、細部にわたって変更がなされた。また、テレビ欄では、金婚編集了解は、金婚最終回として、その翌週は新番組、銀玉として案内された。2013年3月28日をもって、第2期延長戦の放送が終了。全13話。公式によると、テレビの放送はもともと3月終了でその後の、春に、 映画ロードショーという川山用だったという。2013年4月より BS ジャパンでより抜き銀玉さんが開始され、内容はテレビ東京が放送した特選放送ではなく BS ジャパンが未放送となっていた第2期を特選放送。9月末227話のスケットダンスとのコラボ会にて終了。そして2013年7月6日に公開された。 劇場版銀魂完結編万事屋よ永遠なれをもってアニメ銀魂は一度完結とされた。2014年12月21日のジャンプフェスタ2015で2年ぶりの新シリーズの存在が明らかとなり、2015年4月8日より水曜18時18時30分の枠で銀魂のタイトルで放送開始。2015年4月をもって当作品の制作。 の権利がサンンライイズズから新たたにに分社社化さされれ、子会社のバンダイナムコピクチャーズに移管され第2期延長戦までシリーズ構成を担当していた大和や明の交番を先頭に脚本人、監修、監督など多くのスタッフが交代している。第3期では部分的なアニメオリジナルのパロディネタを除き完全なアニメオリジナルストーリーが一切放送されなかった。 2015年11月3日に12月2日から将軍暗殺編を放送することが大々的に発表される。同時に将軍暗殺編のキービジュアルが公開されたほか、レギュラーのバンジーや3人の声優のコメントも発表され、11月11日の放送後には特別予告編が流れた。2016年2月3日からは第3期の完結編として、 さらば新鮮組編が引き続きアニメ化された。演出面においても番組ロゴ、OPED 映像、本編サブタイトルの挿入部分、アイキャッチが変更されたりと本編のシリアスな展開に合わせた構成となっている。1年間の放送を経て2016年3月30日をもって放送終了。全十一話。原作第十四巻の第八十四君。 第385巻と第47巻から第61巻までの内容がアニメ化された。2017年1月9日より CS 放送やテレビ、東京系列以外の一部の放送局を除けば初の深夜枠で銀玉のタイトルで第4期が放送された。プラニングマネージャーの役職が廃止された代わりに企画が加わり、制作クレジットの表記が 銀玉製作委員会に変更された。また、深夜枠への移動に伴い字幕放送が廃止された。同年3月27日までは、第61巻から第66巻の第595巻までの落葉決戦編がアニメ化され、終了後は実写版の宣伝を兼ねる形で、セレクション再放送、より抜け、銀玉3過去回想編が放送された。 落葉決戦編や銀の魂編では、アニメの1話分に原作の4話以上を使用することがあり、過去の長編と比較して進行速度が速くなっている。また、演出面も概ね将軍暗殺編以降に準じている。2017年10月2日から同年12月25日は、ポロリ編と題し、第48巻から第56巻の うち将軍暗殺編以降の放送に伴ってアニメ化されなかった原作が順次アニメ化された。2018年1月8日から同年3月26日は銀の魂編の前半戦と称し第66巻の第596六巻から第70巻の631一巻までがアニメ化された。なお銀の魂編の放送に伴い番組ロゴが再度変更されている。 2018年7月9日からは後半戦と称し、第70巻の632くから第76巻の687くの前半部分までがアニメ化された。幾度の休止期間や寄り抜き銀魂さんを挟みながら、2018年10月8日をもって放送終了。全51話、2021年1月8日より銀魂ザファイナルが公開。 また、映画公開後の同年1月15日と1月20日には、銀の魂編のその後にあたる、第76巻の第687巻の後半から第77巻の第696巻中盤までのストーリーを再構成したものがアニメ化され、映画、銀魂ザファイナルの前日単、銀魂ザセミファイナルとして DTB で独占配信された。OP は、 銀の魂編から継続しているが、一部スタッフと ED は銀の魂編から変更されている。主題歌の多くはソニーミュージックエンタテインメント系列出身のアーティストが担当している。長編の際は最終話の ED がそのクールの OP もしくは ED を長くした特殊エンディングとして流れることが多い。また、第2期までは4クール区切りでも、 特殊エンディングが流れた。桃源王エリアンまで OP は2クールごとに変更されていたが、ジレンマからは ED と同様1クールごとに変更されるようになっている。オリジナルその他本作では時折た作品の反見曲が使用されることがあるが、後の罰印は DVD 収録時に著作権の関係で別の BGM に切り替わっている。ただし、 ペガサス幻想と永遠ブルーは配信版ではそのまま収録されている。TXN では第1話、第2話及び第11話、第12話は1時間スペシャルとして放送された。シーズンそのの1シーズンそのの2シーズンそのの3シーズン、そのの 4TXN 系列6曲では同時ネットかつ第3期、銀玉まで字幕放送を実施。すべてアニプレックスより発売。 関数横のキャラクター名はその巻きのジャケットを飾るキャラクターを表す。各館に各シーズンの全館購入者特典応募券が付属されている。銀玉からはブルーレイ版も同時発売。テレビシリーズ銀玉シーズンそのの1、全館初回購入者特典はジャケットサイズコレクションカード収納バインダーとシークレットカード。完全生産限定版。 もしくは初回限定版には、ジャケットサイズコレクションカード、特製戦車撮シール封入。銀魂シーズンそののに全館初回購入者特典は、特製トランプ。完全生産限定版、もしくは初回限定版には、三年 Z 組銀8、先制使用アナザージャケット封入。ジャケットのキャラクターは、キャラクター名コンビファン投票の上位13組である。 結果発表は13巻で行われた。銀魂シーズンそのの3全巻初回購入者特典は DVD 半券ブック。巻全巻すべてに完全生産限定版、もしくは初回限定版にはカレンダーカード、絵描き、おろしのアナザージャケット封入。銀魂シーズンそのの4銀魂銀魂銀魂。ジャンプアニメツアー劇場版、イベントサウンドトラック主題歌。 キャラクターソング集テレビ放送開始前にジャンプフェスタアニメツアーレ語で上映されたオリジナルアニメ作品。上映時間約30分。原作の第17句をベースにオリジナルエピソードを加えた本編にショートアニメや嘘 CM などを付けたものでテレビシリーズのパイロットフィルムプロトタイプとなる。その後一部のシーンをカットして音声を取り直したものが テレビシリーズ第125話で放送され、冒頭の世界観の説明のシーンなどの一部シーン、オープニングタイトルは本編でも流用された。ジャンプスーパーアニメツアー2008で上映された特別編、上映時間約10分。上一史時代のエピソードを予告編風に映像化した、もので、白夜さ高代の来春公開及び同時上映が、 新戦組状況編と嘘告知もされていた。キャッチコピーは、そしてシュラは生まれた。その後、一部のシーンをカットし音声を取り直したものが、テレビシリーズ第209話で放送された。第3期放送開始前に、ジャンプスペシャルアニメフェスタ2014で上映された、特別編。冒頭の銀時、新八、かぐによる挨拶と初のアニメ化となる、第312二軍。 超必殺技はコマンド難すぎて出せないとショートアニメで構成されている。ショートアニメでは第312組では未登場の新戦組、落とせ、キャサリン、サルトビアヤメ、坂本達馬が登場している。制作スタッフは第3期と同じだがアニメ制作はバンダイナムコピクチャーズではなく第1期第2期延長戦を担当したサンライズになっている。 ジャンプスペシャルアニメフェスタ2015で上映。銀玉第10巻映像特典として収録。後半は、将軍暗殺編の告知映像。いずれも配給は、ワーナー・ブラザース映画。イタリアの MTV でも、2007年12月から2008年5月に、かけて第1話から第24話までが放送されて、いたが、第25話以降の放送は不明である。また、台湾。 韓国、香港、タイでも放送されている。韓国では19歳以上視聴家の指定を受けており、台湾でも一部のシーンが修正、カットしている。タイでは2年目以後と劇場版は別の声優を、アフレコして、タバコ、武器や拳銃の見踏み足、裸体をぼかした。200以上の国と地域でサービスを展開している、海外アニメ配信大手のクランチロールがテレビ。 東京と公式に契約して、英語字幕付きのエピソードを全話配信している。英語吹き替え版は、現在、1話から49話までと、266話から316話までが制作されている。本編開始前や終了後に、本編とは関係ないショートアニメが放送されることがある。内容は、原作のおまけページや、作中の一部を抜き出したものが多い。 銀玉に関するカテゴリ銀玉に関するカテゴリ銀玉に関するカテゴリありがとうございます。